静かだね。ええ、不自然なくらいに。きっとここに来るように言いつけられたのと無関係じゃない。待ってたぞ、ティオネ、ティオナ。ここ、夜遅くでも船大工が働いているはずなんだけど、どうしたの？眠ってもらった。レフィアは？カーリーとバーチェのところだ。ここにはいない。お前はこの先へ行け、ティオナ。道はすぐにわかる。バーチェがお前を待っている。ティオナ、負けるんじゃないわよ。うん、ティオネも。ティオネ、お前はこっちだ。こんな船の上でやろうっていうの？すぐにバレるわよ。見つかろうが問題ない。誰も来ることなどできないからな。船が動き出して、まさか。ああ、海上の、そして即席の闘技場だ。私たちの国のものより狭いがな。沖まで出れば邪魔はまず入らない。どっちかがくたばるまで勝負を続けられるってわけか。カーリーの入れ知恵ね。あんたが望む儀式の舞台にはぴったりだわ。見つけた。ティオネ、それにアルガナ、カルミリア、みんなを呼んで。私は先に行く。はい。ティオネ。あれって食人か？そんな、こんな時に。なんで、どうして今、本当に偶然？こうしている間にも船が、沖に出られたら、ティオネが。助けてくれ！みんな、先に食人化を。食人化？港が？あれはただの足止めだ。それ以上でも以下でもない。気にするな。あのモンスター、結局あんたたちも絡んでたってわけ？何を言っているのかわからん。私たちも足止めの方法は聞いていなかったからな。そんなことはどうでもいい。故郷を越え海へと出た。もう私たちを邪魔する者は誰もいない。やるぞ。動いたか。リベリア、ここを離れるで。なんだと？
食人化を湖に放っとる黒幕、犯人を追い詰めたる探偵ごっこや。この状況で私たちもか。あの食人化はどうする。あの数ならアイズタンらだけでも大丈夫やろ。ちゅうかあそこにみんな集まったら敵の思うつぼやと思うで。ちょっと相手にとっても予想外のことが起きとるみたいや。多分尻尾を出す今が好機だと。ああ、言い逃れできん証拠を現場を押さえたる。食人家の方はお前の言う通り合図たちだけでどうにかなるだろう。だがティオネたちはどうする。うちはうちの子供たちを信じとる。なんも問題ない。それに魔法をぶっ放して町を火の海にするわけにもいかんやろ。できへんって自分も言うとったやん。戦闘はあいつらに一任や。いた仕方ないか。わかった。アリシア来い、手を貸せ。はい、私ですか。そっちはリベリアらに任せてっと。怪我が治ったばっかで悪いけど、エルフィーたちはついてきてや。うちのおもり頼むで。わかりました。さーて、ここらが爪やな。道はすぐわかるって言ってたけど、どういうことだろう。この匂い。知ってる匂いだ。血。うん。闘技場の中で嗅ぎ慣れた、テルスキュラの匂い。会食堂？なんか誕生みたい。自然にできたものに手を加えて掘ったのかな。もしかしてレフィアもここにいる。わかんないけど、この先に進めば。来たの、ティオナ。カーリー、バーチェ。壁の上に他の選手たちも。やだな、本当に闘技場みたい。カーリー、レフィアは？こことはまた別の空洞に捕らえておる。何、心配せずとも解放してやろう。儀式の決着がついた後でな。こんな日が来るとは思わなんだ。師弟同士ここまで互いが成長した姿で闘争を迎える時などな。まあ片方の胸はあまり成長しておらんが。だから体の話はするな！構えろ、ティオナ。試合。戦わなきゃ、ダメ。何を今さら抜かしておる、ティオナ。私、アーチェと殺し合いしたくないよ。お前に本を読み聞かせたのは間違いだったな。アーチェ、また強くなったんだね。
ベル5の戦士を、エルネアを殺したの。ああ、アルガナはベルナス、そして私たちはレベル6になった。問答は終わりだ。戦わざるを得なくしてやる。ディ・アスラン・ベルグス。左腕を覆うバーチェのエンチャント、作戦は猛毒。アルガナがヘビだとすれば、バーチェは虫。キャツの魔法こそ孤独の王を名乗るにふさわしい武器。逃げられぬぞ、ティオナ。逃がすものか。熱狂と興奮、雄たけびは血を呼び、この石棺を唯一の闘技場に変える。さあ、始まりじゃ。大きくなれ。瞬間が訪れるなら、己の身も心もこの光も誰かに捧げたいと少女は思った。春姫、やりな。大きくなれ。被害は？怪我人は今のところ誰も。町の人たちは避難させてあります。なら、ティオネを助けに行く。カルミリアたちはティオナの方を。やらせないよ。あ、やりだ、お前たち。この子です。まさかクアリーファミリア。みんな、お前はあたいさ。あ、ほら、やっぱりやるね。赤いフルプレート。あのモンスターみたいな体型は、じゃなくて今の声は、まさか。フリュネ・ジャミール。ありゃりゃ、バレちまったかい。
鎧越しでも分かっちまうなんて、美しいっていうのは罪なものさ。まあバレちまっても構いやしないよ。ここで落ちんじまえば結局誰にも知られないんだからね。この人とは何度も戦ったことがある。よくわからないことを言われて、でも今のレベルは私の方が上。どうして今イシュタルファミリアが私たちを襲うの？今から口が聞けなくなるブサイクに教える必要がどこにあるんだよ。光の粒、今日こそぶっ潰してやるよ。ケンキー重い、それに早い。ケンキケンキケンキ、どうしてケンキー。アップ、この人もレベル6に。でもこの違和感は。今だよ、シャレーやるな。今の音、それに、この嫌な感覚、まさか、テンペスト！あ、魔法が発動しない。ゲゲゲゲゲゲゲ、成功したようだね。魔法封じのカース。その通りだよ。カースの前にはアビリティも無意味さ。今のお前には解除もできない。王者のために準備していたアンチステータスやカースだったが、ケケケケ、ちょうどいい実験になったじゃないか。ナイハルもまとめて無力化してやろうと思ったんだけどね、なかなか鼻が利くじゃないか。魔法が使えないエルフなのクソの役にも立たないからね。そんなこと、お前だって同じさ。あの面倒な風さえ出せなければ今のあたいの敵じゃないよ。昨日戦った時より動けているな、ティオネ。なぜだ？あんたがとろくなってるんじゃないの？私たちはレベル6になったばかり。アルガナに負けた時はまだ激上したステータスに感覚がついてきてなかった。そのズレをティオナとの組手の中で調整した。ティオナ、体は？え？ポーション飲んだし痛くないけど。そっちじゃないわ。ん？あ、うん、大丈夫そう。肉体と精神の誤差は埋めた。これで無様にやられることはまずないって言っても、力なんかはあっちの方がまだ上ね。
ああ、そうか。私がとろくなっていたか。では、もっと早く、強くならなくては！いいぞ、ティオネ！昔に戻ったみたいだ！うるせえ！喋るんじゃねえ！ホーグ！やはりお前の血はうまいな、ティオネ。君の悪い、この蛇女！ずっと、ずっとお前の血を最後まですすりたかったんだ。アルバナがどんどん早く！トロイぞ、ティオネ。血をすすって強くなってんのか！気づいたか？バーチェと同じ魔法か！私のはカースだ。カースの名はカーリマ。お前の言う通り、ファルナを得た者の血を吸った分だけ私のアビリティは上昇する。カーリーが言うにはブラッドドレインだそうだ。知っていたのはカーリーとバーチェだけ。お前の鍛錬の時は切っていたからな。気づかなかったのも無理はない。血をすすれば際限なく強くなる。反則じゃねえか。そうでもない。カースを解除すればアビリティは元に戻るし、ちょっと吸ったところで得られる強さはたかが知れている。さっきみたいに直接大量の血をすすらない限りはな。カースの代償はアビリティの中で守りだけが激減する。ペラペラ喋ってバラしてるんじゃねえ！ティオネ、お前は前に聞いたな。同胞たちを殺して何も思わないのかと。私は敗者どもの血肉を喰らい強くなる。奴らは消えない。死は消えない。私の中で強さの糧となり、いずれ共に最強の戦士へと至る。何も寂しくない。私たちの血は溶け合い、ずーっと一緒なのだから。カーリーも待ち望んでいる。私たちが最強の戦士になることを。だからティオネ、お前の血肉も食らってやる。くそ、誰め！再会したあの日、湖でお前の顔を見た。あの時、運命を信じた。お前たちを逃がしたカーリーを一度は呪った。お前は私の手で殺すと、そう決めていたの。アルガナも同じだ。こうして殺し合うのは私とお前の宿命だ。マジ、そんなに喋れたんだね。ああ、私は興奮すれば饒舌になるたちなんだ。ティオネとの組手のおかげで体は動く。
でもやっぱりばあちゃんの魔法がな。あれ絶対に苦しいし痛いよね。どうしよう。ああ、もうなんかいろいろ考えの無理。そういうのはティオネたちがいないと。ガンガン戦うしかないって。に本を読んでもらったり、たまに体を拭いてくれたりするのが嬉しかったんだけどな。ただ気まぐれ。行くぞ。ほう、アビリティ。腕で防いだとは。バーチェの猛毒をしよう。オラリオで身につけたようじゃな。だが、いつまで持つか。そこいらのモンスターの毒と、バーチェの牙はわけが違うぞ。本当にポイズンウィルミスの激毒よりきついかも。でももう難しいこと考えるのやめたから。突撃。肉を切らせて骨を断つ。ティオネが好きなやつ。おりゃー。バーチェのエンちゃんとか左腕だけじゃなくて、全身に、私の攻撃を受け止めて。お主は知らんだろうが、レベル6に至って、バーチェのベルグスも強まった。威力も、範囲もな。迂闊に攻撃すれば、獅子が腐り落ちるぞ。鎧とまではいかないが、私の魔法は相手に痛みと苦しみを強いる。攻撃を仕掛けず突っ立っているようなら、もちろん私が殺す。攻撃を食らってもダメ、攻撃をしてもダメ。それって絶対バーチェが倒れるより私が先に死ぬってことじゃ。心が折れたか、ティオナ。ティオナ、私がお前をアーマで大切に鍛えていた理由がわかるか。この日のためだ。強くなったお前を私の餌にするため。確信していた。出会った時からお前は強くなると。そして、強くなったお前を殺し、私はさらなる高みに登り詰めることができる、とな。私は、アルガナを姉だと思ったことは一度もない。あれは化け物で、捕食者だ。私はあれに食われたくない。
死にたくない。たとえ私がテルスキュラから逃げ出したとしても、強者に飢えるアルガナは、地の果てまで追いかける。忌々しき血の絆が、必ず私たちを引き寄せる。過去、私は儀式の中で、奴に殺されかけた。カーリーの静止がなければ死んでいた。そしてその時、私はすがるべき真理を悟った。強さだ。強さが必要だ。何も奪われることのない力が。私はお前たちとアルガナを殺し、最強の戦士になる。死ね、ティオナ。私のために。毒を浴びすぎた。さらにばあちゃんの告白も刃となって、心にひびを入れたか。無様に血を這いつくばり、もがき苦しむだけ。もう立てぬか、ティオナ。痛い。痛い痛い痛い。苦しい苦しい苦しい。汗が止まんない。肌が焼けてる。世界がぐるぐるなってる。私たちがどす黒く濁ってる。体に力が入んない。立て、儀式を続けろ。戦士だ、逃げないで戦うんだ。できないよ。辛いよ。苦しいよ。こんなの無理だよ。助けてティオネ。もう戦いたくなんか。毒に蝕まれて、心がひび割れて、意識が今と昔を行き交う。暗い場所で、小さい私が泣いていた。もう戦いたくないって。ずっと前から苦しかったんだって、泣きわめいてる。ここで死ね、ティオナ。ティオネ。終わりか、ティオネ。お前は戦士ではなくなったが、ここまでやるとは思わなかった。認めてやる。お前は本当に強くなった。クズのように小さかったあの頃よりずっと。血を流しすぎて頭が回らない。意識に薄い膜がかかっているかのよう。冒険者か。あまり期待していなかったが、楽しみになってきた。例のボアズはどれほど強いんだろうな。目の前の女が何かを言っている。何かをほざいている。ああ、
まだその前に地層があったな。ティオネ、お前はここで私に食われるが、もしバーチェが負けていたら、ティオナも私が殺してやるぞ。その瞬間、自分の中でかつてないほど切れる音を耳にした。割り種のアマゾネスだ。愛し合っているな、お前らは。お前は何も知らないだろうから教えてやる。せっかくだからな。お前はティオナに守られていた。私は戦士にはなれなかった。セルダスを殺して、涙を流したティオネを見て、守らなきゃって、そう思ったから。だから私は、その日から部屋の友達を殺していった。同じ部屋のアマゾネスとティオネが戦うとき、カーリーにお願いして入れ替えてもらった。テルスキラを出る時もそう。ティオネが私と戦うのを悩んでたのは知ってた。私はそこでもカーリーにお願いして、国を出る見返りに何人もの戦士と殺し合った。戦うのは好きだよ。でも殺すのは嫌だ。夜誰もいない場所でティオネの名前を呼びながら震えるくらい、それくらい辛かった。苦しいのは私だって嫌だよ。でも、たった一つの絆があったから、私は戦士じゃなくて、ティオナ・ヒルテでいられたんだ。ティオネは、好きだった。どこへ行けばいいかわからない私に、月明かりのように道を示してくれた。眠るとき、月みたいに静かに寄り添ってくれた。私は、夜のティオネが好き。昼間は素直じゃないお姉ちゃんが、月のゆりかごみたいに抱きしめてくれる。ティオネのそばだけは、いつも安心して眠ることができた。私はティオネがいなかったら、私じゃなくなってたんだよ。小さい私が泣いている。ティオネの名前を呼びながら、もう立てないと叫んでいる。ティオネ、助けて。私は心のどこかで、
多分ずっと泣いていた。今も泣き続けている。この小さいティオナがきっと本当の私。苦しいよね。立てないよね。私と一緒に、私も諦めようとした。その時。ティオナ、負けるんじゃないわよ。月の光と一緒に言われたその言葉を思い出した。そうだね。いつも私の頭を引っ叩いて怒りながら手を引っ張ってくれるのはティオネだったもんね。でも、もうちょっとだけ、頑張ってみよう。頑張る。うん。ティオネだって頑張ってる。私は、太陽みたいに、笑えるんだね。笑えるよ。ティオネがいてくれたから。それに、私たちを笑顔にしてくれる英雄に出会えたから。立った。ほう、まだ諦めぬか。じゃがどうする。形勢は変わっとらん。お主は不利のままじゃ。バーチェの猛毒を防ぐ手段が、そなたにはあるというのか？全然！痛くない！全然苦しくない！まだまだ！いけるいけるって！私、負けない！バーチェの毒の対策がシカトじゃと？ただの痩せ我慢？バカを言うな、アホめ！バカだバカだと思っていたが、ここまで大バカだったとは。わらわはまだお主のことを測りきれていなかったようだ。私のヴェルグスは異性だけで跳ねのけられるものではない。うん、本当はすごく痛いし、すっごく苦しい。ならば。でも私、笑えるよ。どんなに痛くても、苦しくても、悲しくても、私、笑えるよ。私バカだから。こんなことしかできないけど、それでもいっぱい笑って辛いことなんて吹き飛ばしちゃうんだ。私はそれを英雄たんに教えてもらったから。アルゴノート。英雄になりたいと願うただの青年の物語。涙が出るほど笑わせてくれた滑稽な英雄た。僕は笑うよ。どんなにバカにされたって、どんなに笑われたって、唇を曲げてやるんだ。じゃなきゃ精霊だって、運命の女神様だって微笑んじゃくれないよ。笑おう。私を励ましてくれたおとぎ話の英雄のように。
あの物語の住人たちのように。悲劇も惨劇も喜劇に変えよう。気持ちのいい明日を迎えるために。バカで考えることが苦手な私は、それくらいがちょうどいい。笑えない誰かの分まで、私、笑っちゃうから。嬉しそうに笑ってくれるまで、私、笑うよ。ふざけやがって、そんなこと。本当だ。お前はティオナに守られ、きっとお前もティオナの心を守っていたのだろう。私の代わりに戦ってた。あのバカはいつも私のために笑ってた。バカティオナ、てめえは私の英雄のつもりか。私は英雄を待つ王女なんて気取るか。そんなものクソくらいだ。歯を食いしばって、拳も握りしめて、最後の力を引きずり出す。ここにティオナは来ない。来たとしても、ぶん殴って追い返す。目の前の敵は私が倒す。私が倒して、ティオナを守る。だから。アルガナ、てめえを殺せ！赤く染まった息吹。来るか、お前の全力が。いい目だ。戦士に戻ったようだぞ、ティオネ。変わらないな、ティオナ。お前はテルスキュラの中で一番のバカで一番の猛獣だった。その通りじゃ。全く変わっておらぬ。実の姉さえも変わったというのに、こやつはバカのまんまじゃ。面白い。やはりわらわはティオネよりお主の方が好きじゃ。インテンスだ。ティオネのバックドラフトと同じく、追い詰められれば追い詰められるほどステータスを上昇させ出やすく。ヒルテシマは追い詰められてからが最も強い。決戦の時じゃ。闘争の行く末、さあどうなる。これは。ほい、でんとと。意外な顔やな。確かロッドっつったか。女神様。うわあ、檻の中に食人蚊が捕まってる。いくつか空になってるけど、でもこれってまさか。湖に出たモンスターも、今もアイズさんたちが戦ってるモンスターも、ここから離されていた。参ったな。いつからつけていたんですかい。急ぐことにかまけて気づきもしなかった。畜生。この食人蚊を湖に放してたの？ああ、そうだ。全部俺の仕業だ。
俺がやったんだ。俺がこのモンスターを。ああ、もうそういうのはええから。まだ子供にこんな真似させるつもりか、ニョルズ。ニョルズ様。何がどういうこと？計らずとも二重尾行になっとったってことや。食人花が出たとき、うちは青い顔して立ち去るニョルズに気づいた。そしてうち以外にも気づくもんがおった。それが、そこのロッド。ニョルズを追いかける子供を、うちらが追う形になっとったんや。それじゃあ、さっきの告白は？親をかばうためや。ええ子供を持ったな、ニョルズ。ニョルズ様、嘘でしょ。こんな化け物を湖に放してたなんて。いや、何も間違ってはねえよ、ロッド。なんで？どうしてですか、ニョルズ様！俺はお前たちが思ってるほど立派な神様じゃねえってことさ。ロキ、これは俺が全て。もうネタは上がっとるで、ニョルズ。しらばっくれるのはなしや。全部自分がやったなんてかばうのも許さへん。この子な、知っとるやろ。これは、モンスターを寄せつけない魔法の粉。なんでこんなもの？ギルド支部、それと町の長のとこにも、うちの子を行かせとる。今頃、証拠を押さえとるはずや。ボルグの親父に、ギルド？どういうことなんです、女神様。まあ、つまり。お前たちの誰かが黒幕ではない。お前たち全員共犯者だ。何を言って、言いがかりはギルドの侮辱として。ならばお前が抱えているその機材は何だ？これは有事の際、すぐさまメレンに冒険者を派遣するはずのオラリオが、この現状でなお動き出そうとしていない。緊急事態を知らせる信号機をお前が全て持ち出したせいだ。何よバカな。私がそんなことをするわけ。今冒険者とギルド本部の者にメレンに入られたら、自分の犯している後ろ暗いことが明るみになる。例えば食人家を利用した汚職、つまりそういうことだろう。仲が悪いふりを続けていたのも、共犯関係を悟られないようにするためだったのですね。ロキファミリア、あなたが抱えているその大きな袋、入っているのは例の魔法の粉。中身を調べれば、それがロキの推理を肯定する動かぬ証拠となる。まだ言い逃れを続けますか？ここまでか。みんなこの食人家に関わってたって、つまりどういうこと？その粉に混ざっとるん、魔石やろ。
そうだ。誰にも気づかれんように粉末状にまでした魔石にさらに魚粉だかなんかの生物やらを混ぜ合わせる。ああ、よく気づいたな。神にも分からねえように俺が結構細工を加えたんだが。アイズタンがセンサー作動させてわざわざ町長さんの屋敷に潜入してきてくれたわ。そんで地下室にあった魔石を見つけた。ちょっと待ってくれよ女神様。魔石ってあれだろ、モンスターの胸の中にある。なんでそれを混ぜた粉がモンスターを寄せ付けない魔法の粉になるんだよ。ああ、自分は知らんかったな。そこにおる食人家は人間よりモンスター、正確には魔石を率先して狙う。その魔石が混ざった粉を海にばらまいとけば食人家は夢中になって船は襲われんちゅうことや。ちっともわからねえ。どうしてそれで他のモンスターまで船を襲わなくなるんだ。人よりモンスターを率先して狙うとも言うたやろ。もしかして湖に放された食人家は湖で繁殖してるモンスターを食らい尽くす。ああ、ここ最近船は襲われんなって、メレンの近海は平和になっとるんやろ。それはモンスターの数そのものが食人家に食われて大幅に減ったからや。まさに毒を持って毒を制すやな。もう大体見当もついとるが、聞いといたる。なんでこんなことした、ミョルズ。見ろよ、ロキ。そこの浅瀬にいるドドバスを。鱗がありえないくらい発達してる。これ全部、身を守るための進化の過程なんだぜ。知っとるわ。モンスターが地上に溢れて以来、生態系が狂ったとこが下界にはいくつもある。そうだな。そうだよな。でも、このドドバスはマシなもんなんだ。なんとか生き残れるし、子供たちだって口にして食える。だが他の魚は、そうはいかない。それが、食人化を放った理由か？ああ、下界の海は最悪だ。ここ500年でモンスターが一気に増えすぎた。そうやろうな。丘はまだなんとかなるが、海ん中ともなるとモンスターを退治できるもんは限られてくる。ああ、ポセイドンたちが頑張ってくれちゃいるが、それも焼け石に水だ。このままじゃ漁ができなくなる。世界中の海でもメレンでも、俺にはそれがどうしても許せなかった。そっか、ニョルズ様は漁を司る神様。下界から海の恵みが消えることを恐れてこんなことを。前までメレンの漁の収穫はヤバいとこまで落ちていた。魚がモンスターに食われまくってな。オラリオは金に物を言わせて他国から輸入もできるが、俺たちのところはそういうわけにもいかない。金を稼ぐには漁をする必要がある。漁をするには海原に出るしかない。そして海原に出るたびに、俺の眷属は死んでいく。ロッドの親父も、じいさんもそうだった。子供たちに恩恵を授けても、やっぱり殺されちまうんだ、モンスターに。ミョルズ様。
いっそ俺の派閥もポセイドンのとこみたいに武闘派に。そんなことを考えたこともあった。だが漁師たちはぶったまげるだろうし、叶ったとしてもさっき言ったように焼け石に水なだけだ。どうすりゃいいって考えてた時に、俺はこの食人家の存在を知っちまった。いつや？どうやって知った？7年、いや、6年前か。オラリオの排水路から流れ着いたらしくてな。ロログ湖から飛び出してきた。あの時は居合わせたファミリアが倒してくれたが、俺は一人、この食人家の習性に気づいちまった。それで食人家の出所を探したっちゅうわけか。ああ。無断で都市の地下水路をさまよってたら、そこで変なヒューマンに会った。どんな人だったんですか？そうだな。前髪で目を隠してて、日の光を全く浴びてないみたいに白くて不健康そうで。とにかく俺は正直に全て話した。すると、あいつは交渉を持ちかけてきた。こちらの条件を飲むのなら、あの食人家を貸してやってもいい。神よ。食人家を湖に放してもらう代わりに、俺はそいつらの密輸を手伝ったってわけだ。ほんで、ギルド支部と町の長を巻き込んだっちゅうわけか。ああ、その通りだ。魔法の粉を作るには、魔石をちょろまかせるギルドの協力が不可欠だもんね。密輸を行うのも、ギルドとマードック家を抱えてしまうのが一番早い。互いの思惑はあったんでしょうが、利害は一致していた。粉を持っとらん連中が、食人家にやられるかもしらん。その可能性は考えんかったんか？海からモンスターが減らなけりゃ、もっと子供たちが死ぬ。そう考えちまったな。アホやな。大バカや、自分は。一応確認しとくけど、主に取引相手なだけで、イビルスの残党やらクリーチャーやらとは関係ないっちゅうことやな。何を言っているかわからねえけど、そうだと思うぞ。ロキのファミリアと敵対するなんて、そんなことするわけないしな。都市から食人家を運んどった連中はおるんやろ？見たところ、ここに運び込んどいて、湖に放しとったみたいやけど。誰や？下水道の連中と俺たちの窓口っていうか、仲介っていうか、まあ、何か困ったらよく頼ってた。紹介とグルで都市を出入りしているみたいだし、強くなりすぎた食人家の始末とかをな。うちらを釣り上げる餌みたく、食人家を港に放ったんも、イシュタルの仕業か。あいつが絡まってた糸やったっちゅうことか。ロキ、それで、どうするの？ニョルズ、自分がやってきたことについては、うちは何も言わん。メレンが平和になったっちゅうのもほんまみたいやしな。ただ、ギルドにはこのことを伝えとく。食人家ももう使わせん。ええな。ああ。あと、迷惑料込みで、こっから馬車馬のようにこき使うから、覚悟しときや。まだ聞きたいこともあるしな。あいよ。とりあえず、ここらが、クソチビ、カーリンとこが根城にしとるとこで間違いないな。
ああ、イシュタルと何か関係があるみたいだしな。レフィーヤと、あとは、ティオナもここにおるか？うん。エルフィー、ここらにレフィーヤらがおるって、みんなに伝えて連れてきてくれへんか？みんな？それって、アイズさんやリベリアさんたちのこと？いや、みんなや。やっぱり、女どもには任せておけねえ。てめえら、いつまでも女どもにいい顔させてんじゃねえ。やるぞ！ベートもいい葉っぱをかけるようになったじゃないか。しかし妙に苛立っとるの。おいラウル、何があった？それがさっきまでいた火鉢邸で例のリトルルーキーに会っちゃって、アポロン派と何か揉めてたみたいで。アキ、あそこにいるのはカーリーファミリアで間違いないんだね。あ、はい。きっとティオネたちも。手紙は受け取った。ロキは装備を揃えて殴り込みに来いとの仰せだ。全員揃ったな？はい、集まってるっす。アイズやリベリアたちの武器は？集めてきたぞ。遠征中に椿がこまめに整備しとったおかげで早く仕上がっておった。アイズの剣は俺が持ってく。他の連中の武器もてめえらが渡せ。さてみんな、これからお騒がせな姉妹を迎えに行く。たったそれだけだけど、こんなに厄介なクエストはない。クエー、あのアマゾネス相手に勝手なことをしたら一体何をされるか。自分、ティオネさんにぶっ飛ばされるかもしれないっす。ロキからの言いつけだ。ふざけた真似をしてくれた連中に焼きを入れる。場所はメレン、目標はカーリーファミリア。仲間を救うため速やかに敵を殲滅する。死壁を駆け下りるぞ。総員出撃。あのエルフめ、私をこんなところに縛りつけおって。何がそこで自らの罪を懺悔しろだ。エリートかつギルド支部長かつ超超超エリートであるこの私にこのような真似。あのギルドの豚を引きずり下ろすまで私に失墜は許されん。この紐さえ、この紐さえ解ければ！ルバート・ライアン、本当に密輸に関わっていたとは、嘆かわしい。誰だ？君は野心家な反面、優秀でもあった。支部に行っても返り咲くため結果を残してくれると、裏の人も話し合ったんだが、むしろ堕落してしまったか。誰だ？誰なんだ？メレン近海の平和を守るためという大義があるのなら酌量の余地もあったが。ゴースト！私腹を肥やしていたというのなら話は別だ。君には追って処分を下す、ルバート。いや、
やめろ。何をする気だ。何を。やれやれ、まさかこんなところまで出張とは。ロキファミリアも人使いが荒い。おやおや、私の方が早く出たはずなんだが、もうご到着のようだ。なんだ、あれはまさか。ロキロキファミリア、うわ。フィン、来てくれたか。すまないリベリア、遅くなった。状況は？アイズたちがこの先で足止めを食らっている。そしてティオネとティオナが。分かった、把握した。ガレス、ラウルたちを連れて町の外れに行ってくれ。西の方角だ。西？そこに何があるんじゃ。ティオナとロキたちが向かったらしい。ベートはどうした？あやつならもう港に突っ込んでしまったぞ。呼び戻すか？いや、いい。合図の方はベートに任す。ならばお主らはどうする？僕たちは。かな、ブサイクや！仕留めきれない。魔法も使えないし、武器の差が。このままじゃティオナたちが。なんだい、この雄たけびは。一体何が起こって。おれ、ベートさん。おい、アイズ、相手はカーリーとかいう連中じゃねえのか。あのデカブツ、イシタルの化け物ガエルだろ。何もわからないんですけど。でも邪魔されてティオナたちのところに行けなくて。行け、アイズ。え？あのバカアマゾネスとの話を聞いて、俺が行くよりお前が行った方があいつらも調子を取り戻すだろう。ここは俺がやってやる。てめえの持ってける。でもあの人レベル6の力を持ってて、私も魔法を封じられて一人じゃ。なめんな。あと少しもすり、風を使えない今のお前より俺の方がよっぽど強くなる。わかりました、お願いします。待ちな、ケンキ。待つのはてめえだ。邪魔するんじゃないよ、バナルガンド。あたえの美しさに尻尾を振りたくなるのもわかるけどね。今はあんたに構ってる暇なんてないんだよ。まだまだ湧いてんのか、引き。ゲケケケケケ。元気の青臭い尻に追いすがるのが精一杯のくせに。
強がるんじゃないよ。ランクアップしたようだが、負け犬の能力なんてたかが知れてるもんさ。どいつもこいつも舐めやがって。ゲゲ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 ゲ。ナグロイ、コル、ジルージェ、ネグルブ、フーカーリー。な、何を言っているか全然わからない。侵入者とか、誰かが乗り込んできたとか、そんな感じですよね、あの慌てぶりからして。ということはつまり、もうアイズさんたちが近くに来ているかもしれない。このまま何もしないでいるなんてダメ。せめて私がいる場所だけでも知らせないと。あれは、月明かり。あれは洞窟の亀裂、外に繋がって。あ、思いついた、居場所を知らせる方法を。むちゃくちゃで博打で、すごい勇気がいりますけど。私はバカ魔力、私はバカ魔力、私はバカ魔力。解き放つ一条の光、聖木の湯柄。外にあふれて空に登れば、なんち指の ルーナ。アイズさん、アイズさん、アイズさん。無事か、レフィア。あ、残念そうじゃのう。え、あ、いえ、別に私は そんなこと、気のせいじゃないですか。悪かったの、合図じゃなくて。ガレーネ。おお、息つく暇もないわい。一撃で。ティオナたちと最初に会った時のことを思い出す。お主ら、よっぽど自分の体術に自信があるようじゃが、青いわ。じゃないよ、こんなの元気より。くそ、
あくびが出る。二度とその面を見せんな、引きがある。死ね。ガリャー！ウルネがやられた。レベルブーストを使ってたのに。あの力中華だったのか。ウェアウルフなら誰でも発言するスキルだが、あそこまでの力の解放は見たことがない。バナルガンド。残りはそこか。ぜえ、あの光のからくりか。アイシャさん。喋るんじゃない。お前たち引くよ。覚悟のねえやつがここに来るんじゃねえ。私は自由じゃの。まあいい、行ってみよう。私が勝ったらバーチェとアルガナの殺し合いさせないで。儀式を好きでやってる人はもう止めないよ。でもバーチェは戦いたくないんでしょ。死にたくないんでしょ？私とティオネみたいに。だったら止めさせてよ。惑わされるでないぞ、バーチェ。負ければ助かるなどと、そのようなザレ言はまかり通らん。許すものか。勝って生き残るのじゃ。わかってる。カーリー、もうなんで。なんでもクソもあるか。頼み込めばホイホイ願いが叶うなどと思うでない。ケチケチで結構じゃ。やはりお主たちの戦いを見守ることにして正解だった。くしくも、どちらも双子。そのうちの妹たちは、まだ人間性を残している。戦士になれば消える類のものだが、踏みとどまっておる。勝敗以外の結果を出すとしたら、お主たちの方だろうよ。だ
アルガナとティオネは違う。キャツラは必ず儀式を成就させる。戦いを決してやめず、敗者の亡骸を己の勝利に捧げるじゃろう。アルガナとティオネは本質が似ておる。そんなことないもん。いや、ある。ティオネの怒りはアルガナの戦意と酷似するものであり、しのぐものを持っておる。あれが真に怒ったとき、あやつは躊躇なく敵を殺戮するわ。まだ強くなるか、ティオネ。うるせえっつってんだろ。ここでてめえの息の根を止めてやる。私を殺すか、ティオネ。それもいい。私の血はお前の肉に溶け、共に生き続ける。今日まで私が食らってきた戦士たちも一緒だ。皆で闘争の果てにたどり着く。私たちが最強の戦士になる。うるせえ、黙れ。倒せ、殺せ。この女だけは私の手で。私とティオナを苦しめたテルスキュラの象徴そのものは必ず私が、そしてティオナを守る。いいぞ、私だけを見ろ、ティオネ。お前を殺してやる。だからお前も殺しに来い。よそ見をするな、ティオナ。そうだよね。心配なんかするより先に、まずは私が勝たなきゃ。ティオネに殴られちゃ。いくら笑っても、やっぱり痛いものは痛いし、苦しいものは苦しい。本当はここで倒れてグースか寝たい。こういうのもあれだけど、新種の芋虫と同じだよね。武器があれば、まあなんとかなる感じの。まあ、武器があったら殺しちゃうから嫌だけど、ウルガがあればな。ウルガ、か。バーチェ。行くね。正面から。バカの一つ覚えのように、私のベルグスは攻守に作用する。シャニムニになったところで無駄だ。毒に焼かれて死ね。なんだ、攻撃が当たらない。なぜ、どころか私に攻撃が。まさか。バーチェの攻撃の時期が合わなくなってきている。それも加速度的に。ティオナの速度が、拳の威力が上がっている。スキルか。バカだからよくわかんないけど、私たちって傷つくたびにステータスが上がるんでしょ。攻撃を食らっても、攻撃をしても毒に焼かれる。でもそれって裏を返せばさ、
攻撃を食らっても攻撃をしても速さも威力も上がるってことでしょ。命を賭した儀式、わらわが待ち望んでいた闘争よ。ティオナ、今も笑えるか。この地獄のような苦しみの中で笑えるよ。痛いことも辛いことも全部笑い飛ばすんだ。誰かの分まで笑い飛ばしてやるんだ。ティオナ、弾くんだよねバーチ。敵の攻撃を誘導しろ。ギリギリまで引き寄せたところで弾け。どうやって弾くの？弾け。私が教えた技。バーチ、行くよ。ゼ、ウィーガー、ゼ、ウィーガー、ゼ。
見事、見事よ。素晴らしかったぞ、ティオナ。やはりお主を手放したのはわらわ唯一の失敗であり甘さであった。カーリー、お主が儀式の勝者じゃ。じゃが敗者もまだ生きておる。さあバーチェを殺せ。それで儀式は完遂される。やだ！もう私は戦士じゃないから。私もティオネも冒険者だから。だから、もう殺さないよ、カーリー。お主も変わってしもうたか。しかし、お主ら姉妹のよるべは互いのみ。それは変わらんじゃろ？ティオネはアルガナと共に海の上、お主を助けに来れん。お主をテルスキラに連れ帰ろう。アルガナか、ティオネか、生き残った方と戦わせ、そして最強の戦士を拝む。何を笑っておる？違うよ、カーリー。私たちはもう、二人ぼっちじゃない。仲間ができたんだ。あ！まさか、ケンキ！ティオナ、平気？うん、ありがとう、アイズ。よきファミリアの冒険者ども、イシュタルめ、しくじったか。喧嘩を売る相手を間違えたな、クソチビ。よきなあ、今どんな気持ちや？目論見が台無しになった挙句、自慢の子供をバタバタと倒されていくんはどんな気分や？わらわを見下すか。ええー、なあ、その屈辱にまみれた顔、少しは留飲も下がる。せやからもう一遍言うたるわ。喧嘩を売る相手を間違えたな、このダーホーだがティオネは依然としてわらわの心意通り、貴様らの手が届かない場所で一人戦い続けておるわ。ティオネとアルガナの闘争は誰にも止められん。ああ、それも全く心配したらん。なんじゃと？うちの子の中でいっちゃん強いナイト様が助けに行ったわ。そこまでにしよう。どうやってここに？あ、アルガナ！ルーン！氷の橋？急増とはいえ、少々雑だったな。海に氷の橋？船まで無理やり橋を架けた？ああ、すまない。
後で戻す。ティオネを連れて早く帰ってこい、フィン。言葉が通じるかはわからないけれど、一応言っておこう。ここで手打ちにしないかい？テレスキラの戦士たち。もう、君たちの負けだ。殺せ！そう来るのなら、僕も容赦はしない。何せ大切なファミリアを相当いじめてくれたみたいだからね。一瞬で他の戦士を。やめてください団長、邪魔をしないでください。邪魔ときたか。アルガナは、そいつは私が倒します。私がやらなきゃ、ティオナが、アイズたちが。じゃないと、そいつらはずっとファミリアにつきまとってきます。ティオネ、いつから僕たちは君に守られなくてはならないほど惰弱になった。君をそうまで駆り立てた執着は意地か、それとも市場？支援だったのなら、よくも振り回してくれたなと言っておこう。軽蔑された愛しい人に、団長に嫌われちゃった。その上で言わせてもらうが、まったく、いつもは押してくるばかりのくせに、こんな時だけは引いてきて。いつからそんな駆け引きを覚えたんだい？あまり心配をかけさせないでくれ、ティオネ。無事でよかったよ。思い出した。柄でもない騎士の助けを待つヒロイン、実はほんのちょっぴり憧れていた。ティオナに読ませてもらった夢物語に、本当にちょっとだけ、とても好きな人ができたから。後でたっぷり説教してやる。そこで待っていろ。ふざけるな。なんだそれは。そのふぬけた顔、戦士でもなければ復讐者でもない、ただのメスの顔だ。立てティオネ、続きだ、儀式を行え。こんな茶番で闘争が閉ざされるなど認められるものか。君はコイネを理解できるみたいだね。なら話は早い。ティオネの代わりに僕の儀式、闘争かな？それをやろう。僕が勝ったらティオネたちにもう近づかないでくれ。約束を破ったら、君たちの国を潰しに行く。男、パルーム、ふざけるな！死ね！私には勝敗の行方が分かった。アルガナは私との戦いで傷つきすぎる。もう限界は近い。テレスキラでは戦いの中の情けは侮辱になると聞いている。だから僕も本気でやろう。何より
今のアルガリは団長と出会ったあの時の私と同じ。アルガリは何も知らない。冒険者の強さ、世界の広さ、目の前の人がハルーンの勇者であることを。マサイ、血を捧げし我が額をうがて。ヘルフィネガス。帰るぞ、ティオネ。団長！団長！団長！ありがとうございます。やれやれ。自分が持ってきたティオナさんとティオネさんの獲物、結局何も使わなかったっす。ウルガのせいで腰が。平気平気、すごい嬉しいよ。気持ちだけでもなんとかってやつ。ありがとうラウル。ティオナさん、なんでもうそんな元気なんですか？瀕死状態で猛毒も食らってて、治療にも時間がかかったんですけど。リーネもありがとう。レフィアは巻き込んじゃってごめんね。バカみてえに騒いで許されんならわけねえな。つくづく面倒だったっての。なにさ、悪いと思ってるからこうやって謝ってんじゃん。そりゃさ、謝って済む問題じゃないかもしれないけど、迷惑かけてごめん。わはー、しおらしいキューナもこれはこれで。なあ、先天地がうちの中に。ロキは黙ってて。ギュッギュッギュッ、アイズダッギュッ、完璧に決まって。おいベート、なんとかしろ。ティオナがこれではこっちまで暗くなる。知るかっての。気色悪くてどうにもできねえだろ、こんなもん。ちょっと、真剣に謝ってもダメじゃんか、バカ狼。うるせえ、バカアマゾネス。早朝だぞ、今は。まったく騒がしい。いいじゃないか、僕たちのファミリアらしくて。リベリア様。団長。ティオネ、体平気？儀式はどうなったの？アルガナは？団長がぶっ飛ばしてくれた。え？
誰も死んでないし殺してない。どうだ。何かを言うべきだったはずなのに、その笑みの前で私は後ろめたい何もかもを忘れた。後ろめたい何もかもを忘れて、こいつに伝えるたった一つの笑みを浮かべた。ありがとうティオナ、助けてくれて。本当に本当にありがとう。バカだからで済むけど、私はどうかな。大丈夫大丈夫、みんな許してくれるって。なんだったらさっきみたいに笑って謝ろうよ。ほらほら。いやよ、笑いながら謝るなんて喧嘩売ってるじゃない。いいじゃん、やろうよ。ああもううるさい、あっち行け。あんたやっぱ嫌い。もう大丈夫やな。もう二人ぼっちなんかじゃない。